ハリー・ファーニスによるトーマス・アンスティの風刺画 F。アンステイはビクトリア時代のイギリスの作家。本名、トーマス・アンスティ・ガスリー。特に風刺雑誌、パンチで活躍した。1856年にロンドンのケンジントンで生まれた。父親は音楽家。私立校のキングス・カレッジ・スクールとケンブリッジ大学のトリニティ・ホール校で学び、1880年に放送会に入った。 1882年に発表した小説、アベコベが話題になり、パンチの常連執筆者となった。ユーモア小説家として人気を集め、多くの作品を残した。77歳で、ロンドンで死去。アベコベは、ひょんなことから、父親と息子の中身が入れ替わってしまう、奇想天外な滑稽小説で、人格の入れ替わりを題材とした作品としては、最初期のものである。 日本でも少年向けの読み物として掲載され、黒岩悪い子の小説、おやおやおやは、同作を下敷きにして本案されたものである。海外では、作品のいくつかが何度も映像化されている。アンスティの作品は、ヒントにした映画やテレビ作品は、数知れず、原作として、クレジットロールに表示されないこともあるくらい海外では、普遍的な作品が多い。ありがとうございます。